地上の私は何なのかですか？1万4000年前の？以前にも言った通り、私はセファールと呼ばれるものです。幽星から落とされた先兵、白い巨人。この説明では足りないということでしょうか？ではそうですね。どこまで語れば納得されるのかは分かりませんが、かいつまんで説明しますね。分からないところがあったら遠慮なく言ってください。まず1万4000年前、幽星から落とされた本来の私は疑似量子で構成された存在でした。幽星で作られたというのは正しくはありませんが、初めから疑似量子体として生まれたものです。私はデータ上でのみ生命として認識されるもの、地上の人々から見れば情報体に過ぎません。ですから地上で活動するためには、この私のデータを地上に再現したもの、マテリアルボディを作成する必要がありました。私がここへ落下したのはそのためです。ムーンセルの機能を掌握して、地上殲滅のための分身を作り出して。はい、そうですね。かなり正解に近いと思います。そうして私は白い巨人として地上の何もかもを焼き払いました。自然を、生物を、そして何よりも文明を。かりそめの分身が息絶えて崩れ去る瞬間まで、それが私の存在意義です。セファールという破壊機械が稼働する理由です。私も同じです。そう、私はユース。地上の私は以前にも言った。それはあなたの思い違いです。こうして目覚めたのも幽星がこの銀河系に現れたからなら、私のすべきことは一つ。私は幽星の先兵としてこの中域にある文明を根絶やしにする。セラフを侵食し、ムーンセルを掌握して、もう一度あの青い星の地上に降りて、降りる手段は何でもいい。1万4000年前のように分身でも構いませんし、月をうがった星の船で降りてもいい。いずれにせよ、私は文明を破壊する。私はそのために生まれたものなのですから。はい、檻ですか？あ、はい、私が作ったものです。きちんと作れていませんよね。きっと寝心地も悪いのでしょうし、座り心地だって気持ちの良いものではないのだろうと思います。いえ、わかります。
ごめんなさい。不快な思いをあなたにさせたいわけではないのです。でもこの手は何かを作り出したり生み出したりするためには設計されていなくて、当たり前のことではあるのですけど、人間サイズの小さなものは組みづらくて不便ばかりかけさせてごめんなさい。やはりそこから出たいのですか？ありがとうございます。今夜まではどうか檻の中にいてください。我慢を強いてしまいますけれど、もう少しだけですから。早く眠りなさい。私は何をしているのだろう。この行為にどんな意味があるというのか。破壊、破壊、破壊。旅の果てに出会ったもののすべてをただ壊す。あなたたちを、あなたたちを壊す、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 壊す。取り込んで壊す。なんだ。
これは。私は何なのだ。破壊のためだけの破壊を私はしている。これは死が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 。だって私はこんなもの一度だって。これは何だ。知っている。これを知っている。これは剣だ。私が破壊した戦いの神が手にしていたもの。でもあれよりもこれはとても小さい。人が手にするくらい小さいのに、ああこんなに熱い。
ございます。たっぷりお休みできましたか、私のマスター。どうかされました？もしかして眠れませんでしたか？眠る前にたくさんお料理を出しすぎたのが良くなかったのでしょうか？ああ、それとも元気が出るようにと思って適正プログラムの肝を食材に混ぜ、少量なら問題ないかと思って、かえって元気になったりするかしらって。ごめんなさい、冗談です。混ぜたりしていません。私の声が届いていないようだったので、ちょっといたずらしてしまいました。ごめんなさい、マスター。許してくださいますか？はい、マスター、おはようございます。少し模様替えをしてみたんです。どうでしょう、気に入っていただけましたか？こういうことをするのはあまり慣れていないというか、初めてというわけじゃありません。これでも経験者なんです。ここ最初は本当に何もなくて、暗いだけの空っぽの部屋でした。本当に何もなくて、でもある日ふと届くものがあったんです。何と言えばわかるでしょう。それはとっても不思議な初めての感覚で、あなたたちのように言うなら、やっぱり夢のようなものでしょうね。見えたんです、そのいろいろなものが。その経験を思い返して模様替えをした結果が今日からの石室です。あなたの大きさに合う絨毯や装飾品を作りたかったのですが、私にはまだ難しすぎて。でも金貨の海だと歩きづらいでしょ。だからそれだけはのけて、なんとか生活用品を組み立ててみたのですが、いかがでしょう。少しは良くなったとか思いません？あ、はい、ありがとうございます。よかった、喜んでもらえて。あなたと私の大切な場所だから、少しでも、ほんの少しでも良くしたいのです。私にはここだけだから。我がことながら外の私のことが少しだけ羨ましいです。
私はあなたという契約者を得ることで確かに自由を得ました。英霊のような私、分身、分霊に似た形で一人のサーヴァントとしてセラフの新天地をかけることができます。でもやっぱりこの世界は狭いですから。私のために？あ、そんな風に言っていただけるのは嬉しいけれど、いけません。ダメです。ダメなんですよ、本当に。ただ一時の感情に身を任せたりしては、私がこの石室から出るということはムーンセルを破壊し支配するということ。あなたは人間です。優勢の到来を望むはずのない存在です。そんなあなたがムーンセルの支配を、ひいては星の滅びを望んだりなんて、ほら、ありえないでしょ。まるでままごとね。ほんと、みっともないったらないわ。また、私の石室へ。そりゃ入るわよ。あたしたちの立場は対等だもの。それよいい？いつまで未明領域に引きこもってるつもり？さっさとセラフの侵略を開始しなさい。それはあなたの使命でしょうね。赤のセイバーと青のキャスター、連中、あなたがまごまごしているうちにそれぞれレガリアのかけらを獲得しちゃってるのよ。いいこと、時間はもう残されていないの。いくら相手が雑魚だからってもたもたしてたら寝首をかかれるわよ。レガリアのかけら、なあニコリス、変な顔しちゃって。ああ、あなたもしかして自分のこともレガリアのことも分かってないの？あのセイバーとキャスターのことも？ああ、そう。檻に閉じ込めて何のごっこ遊びをしてるんだか不思議だったけど。そういうこと、聞く気がないから話していなかったんじゃなくて、聞きたくないから話していなかったわけ。じゃあ、あたしが教えてあげる。が、今、どんな状態なのか。そもそも、誰のマスターだったのか。
リス、今のあなたは無様なくらいにバラバラなの。かわいそうって言ってあげてもいいくらい。あなたは精神と魂が抜けた体に過ぎない。電脳体を構成する3要素のうちの肉体だけ。それがあなた。精神と魂はどこに行ったかわかる？ここにいる偽物じゃない。あなたが契約していた本当のサーヴァントのところよ。精神のあなたはメインサーヴァントのもとへ戻った。魂はサブサーヴァントのもとへ。でもそれは自業自得というものよ。だってあなたの電脳体を3つに分けたのは他ならぬあなた自身なんだから。ムーンセルの王権を司る一つの指輪レガリア、優勢に対する防衛手段を与えられたあなたは、私たちから逃げるために自分自身を砕いた。そうしてこの石室に残されたのは中身に置いていかれた体だけ。死体と変わらない、ただの残骸だったのに。アルキメデスも誤算でしょうね。精神と魂が抜けて空っぽだった肉体にまさか意識が残っているなんて。ほら、何かあったわよね。その辺を示す言葉、残留思念ってやつ。はあ、何落ち込んでるのよアルテラ。それとも落ち込んでる人間のふり？どっちにしろそのバカでかい体には似合わないわ。別にいいじゃない、そいつなんて初めからただの道具なんだから。あなたにとってそいつはムーンセル破壊のための便利なアイテムでしょ。レガリアを集め終わったら捨てればいいのよ。その後は私に任せなさい。きっかり廃品回収して今までの借りをたっぷり返させてもらうから。道具なんて私は。最初からそうするつもりで捉えたんでしょうに。今さら情が移ったからうちでずっと飼いたいなんてわがまま言わないでよね。あなたは優勢の使者。あなたにとって意味があるのは優勢の指令だけ。すなわちは侵略と支配。他はみんな誤差やおまけの類なんでしょ。どうせ全部破壊しちゃうんだし。重要なのはレガリアであって、コリスなんていいとこ、お菓子のおまけ程度。そうよね、セファールさん。またなの？いいとこで毎回お邪魔が入るわね。今度は誰よ。どれどれ。はは、噂をすればなんとやらね。青のキャスターが未明領域へ向かって進行を開始したわ。まだ通常のセラフ領域だけど、放っておけばすぐにでも未明領域へ到達するわね。
するよ。まさか放っておいたりしないわよね、アルテラ。飛んで火に入るとはこのこと。障害は一つずつ排除する。マスター、戦いの準備を。私のためにその身を捧げなさい。違う、そう、違うんだ。あの女の言葉は正しいが正しくない。私はレガリアのおまけだなんて思ったことはない。むしろレガリアがおまけだ。だ、お前は私のマスターなのだから。その通りだ、その通りなんだ。なんだ、わざわざ語るまでもなかったな。あれは言葉のあやというやつだ。交渉のための政治的圧力とも言う。そうだな。もう一つここでお前に言うことがある。これまでは話していなかったことだが、エリザベートの言う通り、お前は肉体だけの存在だ。到底一個の電脳体としては安定した状態ではない。安定させるには他の二つ、精神と魂を統合する必要があるだろう。だが安心しろ、レガリアはすぐに集める。お前は何があっても我がマスターであればいい。そうすれば少なくとも生き延びることだけはできるのだから。では羊だ、お前のサーヴァントがどれほどのものかしっかりと見定めるがいい。この夢はいつ覚めるのか。キャスター、ライダー、攻めどころだ。敵セクターを一息に落とす。我が軍が敗北寸前とは急ぎます。行きましょう。阻む者を排除します。おお、複数同時攻撃、これは序盤が最難関と見たぞ。高ランクのセクターを制圧しろ。守りに徹していても押し負けるぞ。
ジャンヌダーク、敵を破壊せよ。無意識の戦いではないと信じます。炎の私を。そのセクターは進軍の要衝だからな。命に変えて死守しろよ。できなければ敗北あるのみだ。数が多すぎる。貴様では全てを守りきれんぞ。合わせるのを選べ。さまつなセクターなど捨てても構わん。Thank you.
敵もなかなかの猛攻ですが、この旗にかけて守り抜きます。この文明を破壊し嬉しい。戦場に急ごう。間に合いましたね。主のご加護があらんことを。あなたが来たのは、あなたが来たのは私たち人気です。勝利は我らに。分からん。敵の余裕が取り出しが完成してしまう。もう後はないぞ。まっすぐあなたが敵の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 敵。ここは戦場です。出会った以上生き残るのよ。出会った以上も美しい。お役に立てるかもしれません。
の力我が力だ。倒すべきは何か分かっているな、マスター。だがまだ足りない。全てを私の足で埋め尽くす。制圧を進めてくれ。まだ足りない。全てを私の足で埋め尽くす。セクターを落とす。褒めてやるぞ、アンテラ。の上に緻密を重ね、レガリアの機能を解析し、ようやく叶った構成プログラムの刺激。一騎当選の英霊を配下に従え、ついに実現した我が強大なる千年鏡軍団。それをこうもあっさり蹴散らしてみせるとか、反則にも程があります。未明領域の脅威、優勢の先兵、いい賢い玉子ちゃんにはみこっとお見通し。かくなる上は私自ら相手になりましょう。と言いたいところなんですけど、ここはお互い同じご主人様を持つ英霊同士ですし、こうして出会ったのも愛縁起縁と申します。まずは話し合い言っときます。はい、ご主人様。タマモは血も涙もない暴君を卒業しましたから、こうして相手とも対話いたします。それはあなたの望みでもありますからには。対話か。お前を外に出すのか。それはそうだが、ご主人様、私のラブ感知スキルが告げています。あなたは間違いなく私のご主人様、月の聖杯戦争を共に戦ったただ一人のお方。もちろん正確にはその肉体であるお方。ああ、おいたわしや、そのような。キャスター、戯れ事に時を費やすのなら話はこれで終わりだ。ああ、もう何を焦る必要があります。
あなただって今この時に限るのならご主人様のサーバントでしょうに。分かってますよね、あなた。今のご主人様がどれほど危うい状態なのか。不安定で揺らめいて、残った知性が今にも消えてしまいそうなほどに儚い、そういう状態ですよね。私は提案いたします。肉体のご主人様、それにそこの白いあなたも、どうか降伏を。そんな状態のまま戦闘を行うなど自殺行為のようなもの。こちらへいらしてください。私ならレガリアがなくともケアできます。というか、お望みとあらばサーバント契約なんてたちまち解除して、そのまな板女から解放してご覧に入れますとも。何だと。本当は我慢するつもりでしたが言います。ええ、言わずにいられますか。こんな状態のご主人様をよくも引っ張って戦闘なんてさせてくれ上がりました。あなた殺す気ですか。殺す気ですね。不安定な電脳体は傷つきやすく治しにくい。些細な傷でさえ崩壊につながるのです。知らないなんて言わせませんとも。私は通りだ。キャスター、対話は終わりだ。そもそもこの娘の命は私が握っている。逆らえば殺すと断言もした。そうだ、私から逃げられるはずが。十分、いかなる敵も破壊してみせる。何がマスターからの力ですか。それは、いいえ、モンド来い。お前に恨みはない。むしろ借りができた。その礼に速やかに倒してやろう。Thank you.
遊んでいる場合ではない。シリシリ、全てを私の足で埋め尽くす。どいてくれないか。
全てを私の足で埋め尽くす。セクターを落としたら褒めてやるぞ、アルテラ。こいつは、お前の強さだった。しばし休め我がトリコ。これもお疲れ様でした。存分に体を休めてください。ひとときの契約ですが。素晴らしい活躍でした。次の戦い。絶対に私から離れられはしない。だから、いや違う、そんなことを言いたいわけじゃない。ありがとうマスター。そのだな、いや言ったままの意味だ。ありがとう。石室ではゆっくり休め。あそこの回復効果は多少なりともお前の肉体を維持させるのに役立つはずだ。お前は私のマスターだ。私はこれと選んだトリコを死なせはしない。ではしばしの別れだ。次の戦いで会おう。姿を見せるのは道理であろう。さてガランドーの肉体よ、己が真実を知らされた気分はどうだ。聞いたのだろう、魂もなく精神もない抜け殻が己の正体だと。であれば朽ちゆく運命を嘆くか、世界の無慈悲なる様を呪うかというのがありきたりの反応だが、あれこれ抜け落ちていようと、あり方というものは一朝一夕には変わらんな。常に目の前のものを第一とする。常に自身にできる最善に手を伸ばす。それがどれほど困難な道であろうと、その困難さすら気に留めぬ。まったく
前向きにも程があろう。まあよい、せいぜいあがけ。貴様のその在り方が何かの運命を変えるかもしれん。俺からの忠告はそれだけだ。最後まで己の愚かさを貫くがいい。告げることはあなたをいたずらに恐怖させてしまうと思っていました。
受け取るがいい。たまにはねぎらいも必要だろう。するのはごく自然な行為です。ですから私が沈黙を続けているのは別段不自然なことではないのです。おしゃべりをしたいけれど何を話したらよいものかなどと戸惑うようなことは万に一つもありません。同時に星船、宇宙船でもあるんですよ。その降下機能しかないものですが、操縦桿、ああ馬でいうところの手綱や飛行機のレバーのようなものですね。ごめんなさい、私また機能的な話だけをしていました。管制飛行中のコントロールは私が行います。私はパイロットではなく制御機器の一部です。そういう意味では操縦桿そのものと言えます。ここはただ私を収めるためだけの空間ですから、常に必要最低限の広さしかありません。心配してくれるのですね。ありがとうございます、マスター。でも安心して、確かに私のスケールは魔力吸収によって変動しますが、この石室もその変化に合わせて拡張されますから。とは言っても常に必要最低限のスペースですから、自由に動けないことに変わりはないのですが。扉はありません。だって扉があるということはそれは部屋であるということでしょ。ここはただの空間です。私はここから外に出ることはありません。だから扉はないのです。でもそうですね、こんな狭い空間ですが、あなたたちにとっては巨神の寝台、部屋と思ってもらえるのは嬉しいです。
ですから精一杯おもてなしさせていただきます。あなたは壁の亀裂を通ってやってきた初めてのお客様ですもの。所有したことで自動的に獲得できています。その質問は私にとってはもう意味のないものですね。だって私はこんなに自由です。サーヴァントのようにして石室の外で活動できていますし、私にとってとても素敵な体験です。私の世界です。私は外に出ないし出ないようになっています。そういう風に決めて、ええ、そう決まっているのです。気に入っていただけましたか？富、名誉、人の求めるもののうち自己実現の欲求に属するものを量子で構成されたものなんですけど、これは夢の影響なんです。外でサーヴァントとして戦う私、その元になった英雄の追体験ですね。私はかつてこんな風にいっぱいの財宝を集めて眠ったようなのです。その体験がこうして再現されています。可愛らしいものがないのは残念というか、戦利品ですから仕方ありませんよね。とにかくキラキラしているものに悪いものはありません。あなたもこういうものがお好きなのです？遠慮しなくてもいいです。さあ、あげますね。全部あげますよ。ほら、走り回っても無駄ですよ。私からは逃げられません。観念して受け止めてください。地上では金のお風呂が最高の贅沢と聞きます。どうぞたっぷり溺れてくださいね、私のマスター。私ついはしゃいでしまって喜んでもらえるかと思ったのですが、残念です。とても。